おはようございます、こんばんは、バディオです。さあ今日もウォールオブボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はね、サムネの通りですね、2回目の、ギブアウェイの、プレゼント企画ですね、それをちょっと1本お伝えしたいかなと思っています。これあれなのかね、1週間に1個ずつプレゼント企画っていうのがね来るのかね、なんかねパターンがあるような気がしてます。先週もちょうど土曜日に、アナウンスが来て、急遽作ったっていう記憶があるので、あのイベントがあったからね。で、木曜日に確か抽選したような気がするので、多分ね、1週間で同じパターンで来るんだね。で今日はね、これだね、このさ、今ファルコンに今積んでるけれど、まああんまり強くないね。新しい新武器の、読めないね、これね、ワンジェイ、どうやって読むんだよ、これ、よくわかんねえ。皇帝って意味らしいですよ。今さ、中国の春節の、タイミングで来た、あれの ガチャっていうかさ、あれなので、中国にちなんだ武器の名前ついてんだよね、これ多分。なんで皇帝って意味です。エンペラーじゃないんだよね、これ。ファンジェイなんだよ。すげえ顔が歪んでるよ。重武器です。これ見ての通りさ、マーク2のフルカンストで2100で 800m ぐらいあります。使ってみた感想としては、弱いね。相変わらずだね。これね、細かいこと言うとさ、ここ実はさ、この先っちょさ、1、2、3、4つ、打つとこあんのね、これ。で、オーバーヒートするごとにさ、1個ずつ消えていくわけよ。で、最後真ん中だけ残るんだけれど、で、いわゆるね、25% ずつ落ちていくんでね。で、オーバーヒートのゲージあるじゃない？あれがね、完全に来ると、25% なの。で、あそこに行くまでに、ちょうど半分ぐらいのゲージでね、50% ぐらいしか、出てないから。なんでね、意外とね火力出てないですよ。オーバーヒートが早い早いって言われてるのはそういうとこが理由なのね。実質、フルヒットさせると思ってほんの一瞬だけなんで、この辺りがねテストサーバーと比べてね随分ナーフされたとこだね。もうちょっとねテストサーバーってさ、25% までに落ちるっていうかさ、威力が落ちるのがね本当にオーバーヒートギリギリあるの。本当にね、オーバーヒートしたぐらいからギュンと落ちるんだったんだけれど、今はね、もうかなり早い段階からさ、徐々に、威力が落ち始めちゃってるので、なんか微妙だね。とはいえ、5名の方にこれプレゼントしたいと思いますので、前回同様ね、ふるって、ご参加ください。で、今回の、ご質問っていうかさ、お題なんですけれど、プレイヤー ID に、嫌いなマップ、嫌いなマップ。皆さんが嫌いだと思うマップねを、一つだけ書いていただけると、また、抽選の時にそれを見ながらですね、ちょっと皆さんで、お話もできるかなと思いますのでよろしくお願いします。プレイヤー ID と嫌いなマップですということで、よろしくお願いします。で尺がちょっと残ってますんでね、一戦だけ見ていきたいと思いますんでよろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュだ。マップはキャッスル行きました。初手はケプリのクローケプリですね。さあこの子で行くぞ。味方どんな感じ。最近ね俺ね上行かないで下行くようにしてんだよね。まあ上行ってもいいんだけどさ、まあなんか敵もさみんななんか上に行くようになってきちゃったから、じゃあ下行こうかって感じで。さあこんなのもお構いなしの方が突っ込んでいく。よし、あれなんだ、よくわかんない。ああラーバだな、ラーバな問題ない。そして、ああ目つぶし食らっていく。まあ大丈夫だろう。よし、ああなんだよサソリ来やがったこの野郎。ちょっとゲームだけ覚えさせよう。ああ なんとかないなんとかなんとかだな、よう分かった。もうまあまあ絶対許さねえ。なんとかない、なんとかなんとかないって何がないんだか分かんない。
なんだろう、あ、菅さん、菅さんなら大丈夫、大丈夫じゃねえと思う。まあでもただじゃさ、あれだよ、絶対僕の菅さんレジェンダリー入りしてたから全然強さ半端ないよ。もうね、我々とはね、そんなにね、ガチっていうかさ、あんまいいとりあえず、ね、そんなにさ、強いさ、編成じゃないんだけどさ、すげえ強いっていうかさ、リザルト出んの、ね、姿が、相当うまいんだと思うんだよ。よし、ここは耐えている。なんとかね、間に合っていく。なんで俺なんだよ、なんで俺なんだよ、 B コーに入ってるやつ行けよ。くそ、いや、まあしょうがねえんだよね。配信するようになってからさ、まあ割とさ集中的に狙われるのはまあしょうがないんだけど、今のどういうとこも B コーの中のやつ行けよ。さすがさんどこに、あーなんだこの辺の、俺めんどくせえとこ打ちやがれて、こっちにはいないんだよ。さすがさんどこに、自陣側かな、あ、自陣側にいるね。やっぱあれだな、あそこで時間か、ヘイト買ってくれてるんだな。ナイスだ、いいよいいよ、今もうさ時計回りに回ってる状態だからさ、あそこでさ菅さんがさ時間稼いでくれれば、それでちょっとなんか後ろ空いたな、空いたわけか、ジパ、いや俺もビーコンをとりあえず踏んでいく、今踏めたのかちょっとわかんない、いやすげえな、あのさっきのさ囲まれた状態からさ菅さんまだあそこで残ってるんだよ、この差なんだよね、こんな、いやーこれね強いんだよ、本当に強いんだよ、強いっていうかさ強馬なんだよね。ちょっと後ろからこっそりこう彼の戦い方を覗いていくかで、余力もなさそうだね。あーなんだあれ、ちょっと待って、あれだろ、あーやっぱりそうだな、ロキだよ、こっそりやろうが俺ちょっと嫌いなんだよね、とりあえず踏みに行かねえとな、あれ団子とダブルでいるからさ、ちょっと急いでいこう、よし間に合っていく、あなんだね、んだよな、ロキ、ちょっと不愉快なやつなんだこれ、ちょこちょこ刺さる試合と刺さらない試合がいるからさ、こっちは今今回スラさんいるからさ、多分刺さらない試合だと思うよ。最近あれだよ、なんだ、吸血武器をさ積んでるやつもいないからさ、意外とさステルスって刺さるんだよね、刺さるっていうか、これも結構ね長持ちするんだよ。なんかさロキはさちょっとイラってさせてさ、敵のさ射程内にさ引き込まないとダメなんだよ。自分だけが戦うにおちょくってるだけだと大したことなくて、今ちょうど誘導湧いたからさ、あの射程内にさ引き込んだらさ、お前やるなって感じだったんだよ。まあ、基本的にはああいうめんどくせえやつは相手にしないっていうのがあれだよ、あれね向きになっちゃうとさ負けちゃうんだよな。どこ行ったんだろう、どこまだウロウロいるんだろう。ちょっとなんかやばい感じになってきた、大丈夫、すらすら、あーここの子最近多いんだよな、この子、いやフェンリル増えたよ、ほんと増えたよ、音響がなんかでさあれせんかさ、めんどくせえな、ほんとめんどくせえな、おい幅消えていく。よしまた会えて、もう誘導はねもう全く怖くない、もうね特にさ誘導精霊ハーピーはね全く怖くないよ、あ無視しとけいいな。どうせビーコン踏んでねえから、俺の後ろから撃ってたのにびっくりするじゃん。さあよし、こいつをちょっと、そしてアビリティ使って封印していく、よ
やちょっと勝てなおい。頼んだよ。あーちょっと待って、あーやべえ、あ、いや、ナイス、枚数入ってたからさ、誰か C 踏んでくれるとは思うけど、ね、危なかった。いやーちょっとインドラだったお前タイタンはさ、なんかタイタンのマークつけといてくれよお前。もう顔出した瞬間タイタンショックで受けるよしよし、ナイスだ。ここでさ張り付いてるとさ、もう敵イライラするから気になってしょうがねえな。よし、そしてナイスだそして一気に削っていって、よしよしよし、それ引きずれてこっち来い、こっち来い、あーこっち来ないか。ちょっと待って、今弾たまったらちょっと待って、いとかいいから、よし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 、いらっしゃい。さすがスラさん、もう絶妙のタイミングでグラビティかけてくれるよね。いやさ、別にさボイチャやってるわけでもないんだけどさ、もうね、もう本当にさ、もうやっててさ、もうすんごいやりやすい、なんとなくやってくれるだろうなって思ってさ。なんだこれ、こっそりとこっそりと行こうとしてるな。そして闇に入ってきて、目つぶし食らったな。お前大丈夫だ、俺次やる。あーなんか早いな、おい。おーナイスだ。これあれだろ、スラさんか誰かがかけてくれてるのか。ナイスだよね、もうほんとうまいよね。そして後ろには、いやーやっぱりスラさんいた。さあ乗り換えていくぞ。あーもう終わっちゃった。いやーやっぱりね、レジェンダリーでもね、もうトップ級の腕持ってるよ、ほんと絶対船スラさん。ナイスですね。はい、8キル7ビーコン。あーやっぱトップはやっぱり絶対船スラさんだったね。12キル6ビーコン。いやいや、ほんとうまいよ。あー1人抜けてるやついるな。ハーピーデイズ。デイズ。何がハーピー、ハッピーで。意味わからん。はい、こんな感じでした。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価もいただけると、励みになります。それじゃねー、またねー、じゃあねー。